オーガニック、はい、ニキビ肌の僕が美肌になったというか、もともとニキビ肌だったんですよ。で、美肌ですねって言われるようになったんですね。今でも正直ぶっちぎり本当慣れないです。僕は本当昔ニキビ肌で、顔と胸と背中と本当にニキビがあって、結構コンプレックスで昔の写真とか本当ないんですよ。で、人見知りもすごかったし、はい。すいません。今日インスタライブと同時にやっておりますので、スルーになりますが、あらかじめご了承ください。そう。で、もともと僕本当に、中2から食事気をつけ始めて、実は食事を気をつけ始めてから、結構肌が荒れ始めたんですね。で、思春期だし、野球もやってるし、だからかなと思ってて、でも対策みたいな、一般的に、ね、そういう、皮膚科行って飲み薬ね、とか塗り薬もやってるし、なんか一般的なそのね、ちょっとね、あるじゃないですか、いろいろ。ニキビ製品とかあると思うんですけど、それも全部試したんですけど、やっぱ良くならなかったんですよ。ね、本当に洗顔も、もう清潔に、もう、お風呂なんかもう、40分から1時間かけてましたよ。湯船入ってないけど、シャワーだけなんですけど、それぐらい入念に体も、顔も、洗顔もしてました。で、もちろん栄養、食べることも、すごい気をつけて、サプリメントとかもね、いろいろやったりしたんだけど、やっぱ良くならなくて、これは体質だと思って諦めてたんですよ。僕は。で、また別の動画でちょっとそれ話しますけど、今の食品栄養学、こちらの、老けない人はやめているっていう本に出会って、これ野球のために僕はね、やり始めたんですけど、2週間でそしたらニキビが、本当に、なくなって、もちろん、跡とかはありました。あ、やっぱりニキビ跡できんなって、跡は残るかなと思ったんですけど、今、多分見ても、そんなに残ってないんですよ。で、クレーターもできてないし、で、やっぱり、その時に、2週間、野球のためにやったんだけど、2週間ですごい良くなったから、びっくりして、特に背中なんかはもう本当にザラザラしてて、と、でもこれ家族しかちょっとわかんないし、僕の学生時代の、同級生とか、あとは結構知ってるやつは知ってるんです。僕が結構汚かったっていうのは。そう。でも本当に、いろいろやっていく中で、これはもう体質だと思って諦めてたんだけど、なんか食事変えたら、まさかね、食事でそんな良くなると思ってなかったんで、もちろん、あと他にもちょっと、アウターの方でもね、やめたこともあったんですけど、そしたらすっごい良くなったので、びっくりして、で、それから結構ニキビ肌の、やっぱり、これもね、若い人結構多いんですけど、すごい相談も受けるようになったし、で、実際ね、やっぱり悩んでる人もたくさんいるんですよ。若い子とかで特に。でも、ほとんどね、悪いけど、僕からすると、お金もったいないし、時間ももったいないなって、僕も、ね、すごい皮膚科行って、朝から皮膚科行って、何時間も並んで、で、飲み薬、塗り薬とかね、診察やってもね、並んで、すごい時間費やしたけど、あれ何だったんだろうってぐらい、あっさり良くなったんですね。僕の場合は結構完璧に、いきなりそれをやったから、でも、そのためにやってないですよ。野球のためにやったらこっち良くなっちゃいましたみたいな感じだったんですね。要は炎症とかすごい起きてたっていう、体内も実はすごい結構毒素溜まってたっていうのがあって。そう。だから、これからね、全部話し切ることはできないですけど、僕がニキビ肌、から美肌になる、美肌って自分で言うのも気持ち悪いんですけど、それのためにやめたことと、始めたことっていうのを、3つずつちょっと紹介していきたいと思います。はい。これは、まず第一に、炭水化物を主食にしてたんですけど、すっげえ食ってたんですよ。で、しかも玄米を食べてたんですね。はい。それをやめました。やめました。今は酵素玄米っていうものを食べてますけど、その主食にすることをやめたんですよ。僕の主食ってどっちかというと、葉野菜だったりとか、油だったりするんですね。あと、お肉とか、タンパク質っていうのは、適度に、しっかり取るんですよね。でも、主食っていうその概念でも炭水化物をやめました。はい。で、全く取ってないわけじゃないです。でんぷんが多い、ね、お野菜とか、でんぷんが多い穀物だったりとか、炭水化物食材でも、でんぷんが少ないとか、ね、ないものもあるわけじゃないですか。で、それも一応炭水化物食材に入ってて、結構そっちから炭水化物を取ることが多いですね。
はい、でも過剰に今はね、年末、まあ今日お正月は1月1日なんで、あの結構お餅とか、まあ、蕎麦もね食べてますけど、まあその分動いたりとかねやってますけど、そういったものをまあなるべく取るとしてもこっち側のね、あのでんぷんがないものから摂取したりとかっていうのはして、基本的にはやっぱり抑えることになってます。でも全く取らないってことはまずないで、トレーニングした後とかは結構しっかり取ったりとか、トレーニングする日は取ったりとか、取らない日もあれば取らなかった日もある、取る日もあるとかね、いろいろあるんですけど、でも基本的にその主食っていうその概念を完全に捨て去りました。はい。で、あとは、乳製品、豆製品。まあ、あと、揚げ物とかトランス脂肪酸ですね。乳製品と豆製品は特に、まあ、豆乳とかソイプロテインとか、まあ、豆腐とかすっごい食べてたので、植物、あ、やっぱり、あの、プロ野球選手目指してたんで、あの植物性のタンパク質がいいって言われてて、それが、そればっか取ったんですよ。お肉とかよりも、卵とかよりも。もう、僕か、今からしても真逆なんですけど、植物性のタンパク質は、あんまりタンパク質取ってるって思わない方がいいんですね。でも、それをやってました。でも、それを全部やめました。はい。でも今、食べるとしても、味噌、醤油、テンペ、納豆とかを、楽しみながらいただくようになってます。でも、昨日、本当にソイプロテイン、豆乳とか、豆腐っていうものを、たくさん食べるってこと、まあ積極的に取るってことは一切やめました。はい。次が、揚げ物ですね。揚げ物、まあ、さっきの続いてトランス脂肪酸と揚げ物ですね。まあその植物性油脂とか、マーガリンとかショートニングとか、そういったものが入っているような加工食品、まあほとんど加工食品僕食べなくなった。もともと食べないんですけど、そういったものは避けるし、まあサラダ油ももちろん避けるし、で、揚げ物も基本的には食べなくなりました。はい。まあ、たまにだったらいいと思うんですけど、頻繁にね、結構食べてたんですよ。だから、そういったものも本当にやめるようにしました。で、まあ、乳製品も、まあ、やっぱり牛乳とかヨーグルトとか、すごいヨーグルトなんか僕自分でカスピカヨーグルトって培養して、で、北海道の 3.8 とかなんか 3.9 牛乳みたいなのあったんですよ。それをわざわざ、仕入れて、ヨーグルト作って、継ぎ足しでやってたんですね。まあ、それもやめましたね。はい。やっぱり、思いやり生乳だったらいいんですけど、どうしても、炎症起こしちゃうので、なるべく炎症起こすようなものは避けるって意味で、乳製品とかっていうものも、取らないようになりました。まあ、グラスフェットバターとか、無殺菌のチーズとかは全然食べますね。はい。あと、グラスフェットホエープロテインとかも取ります。はい。でも、基本的に牛乳とかヨーグルトっていうものは、やめるようにしました。で、次が、始めたことですね。始めたことは、サラダ食べること。まあ、これ理想的な水分補給にね、通ずることなんですけど、やっぱり毎食、緑の濃い葉野菜のサラダをすごい食べるようになりました。はい。それ、まあ、そのサラダにはオイルと、塩をかけて、しっかり食べていただくっていう。まあ、僕はベビーリーフ、ルッコラ、サニーレタス、レタス、クレソン、パセリ、ブロッコリースプラウト、まあ、水菜とか、まあ、茎が多い場合は、ちょっと茎はね、避けたり食べるとしても加熱したりとかね、そういう風な感じで食べるといいんですけど、まあ、やっぱり、そういう緑の濃いもの、まあ、クロロフィルがあるんで、それがやっぱ体内をきれいにしてくれるっていうものをね、わかってるので、で、それを毎食取るようにしたら、だいぶ、それだけでも変わったかなと思います。なんで、それにはオイル、オリーブオイルとかごま油とか、そういったオイルをかけて食べるようになったんですけど、やっぱりそうするとミネラルの吸収率とか、抗酸化物質の吸収率も、やっぱり2倍から3倍に上がるので、そういった意味でもしっかりと取るようになりました。で、海塩ですね。天日干しの海塩だと綺麗な海の塩、海塩をかけて食べるんですけど、しっかり塩も取るようになりました。今まで、それまでは塩も結構控えてましたね。はい、それもやめましたね。はい、しっかり取るようになりました。まあ、始めたことですね。はい。で、理想的な水分補給もぜひね、他の YouTube で紹介してるんで、ぜひ見てみてください。で、次が必須栄養素を摂取する。これはもう当たり前ですね。タンパク質、必須アミノ酸、必須脂肪酸とか、まあ、ビタミンとかミネラルとかあるんですけど、まあ、食物繊維もそうですね。まあ、水も言ってしまえばそうです。はい、そういったものは、しっかり取るようになりました。だから、炭水化物食材っていうのね、必須炭水化物って言葉ないですよね。必須アミノ酸、必須脂肪酸、必須炭水化物、必須炭水化物って言葉ないから、別に、必ず取らないといけないわけでもないですね。で、別に取っちゃいけないわけでもないです。だから、こっちを主食にすることはやめたんで、でも必須栄養素っていうものはあるから、それはしっかりと毎日取るようにしました。で、抗酸化物質を摂取する。抗酸化物質はもう本当に
絶対に取った方がいいんですけど、これはまあ基本的には生のものには全部含まれると思ってください。でもちろん生で食べれないものもあるんで、まあ、例えばあのミネラルコ葉野菜とか一応生で食べると思うんですけど、それも一応抗酸化物質含まれます。じゃあ食材で一番代表的におすすめできるのはやっぱアサイかなと。アサイ、まあ、あとはそのターメリック、ブラックペッパーとか、まあ、抗酸化物質っていうよりはアサイは抗酸化物質もあるし、まあ、抗炎症効果もどれもあるんだけど、結構ターメリック、ブラックペッパーのクルクミンとか抗炎症効果がね結構フォーカスされます。でアサイももちろん抗酸化物質、まあ、シアニジンっていうものがあるのですっごい吸収率が良くて抜群な抗酸化力が起こるので、僕はアサイって食材は非常におすすめします。はい。であとは、まあ、生姜とかね、生姜とかそういったものとかも非常にいいので、もちろん抗酸化力もあるし、まあ、抗酸化物質も含まれるし抗炎症効果もある食材です。でこの今アサイ、まあ、ターメリック、ブラックペッパー一緒に取ってほしいですね。あと生姜とかっていうものはまあ日常的にも手に入れやすいかなと。まあ今アサイって結構手に入りやすいんで、僕はちゃんとしてる、参加してない方たちのアサイのホールフードのサプリメントだったりとか、あとはそのドリンクだったりとか、そういったものを飲むようにしてます。はい。なので、生姜は生で、で、ジンジャーパウダーでも摂取するし、ブラックペッパーとターメリックはそのホールフードのサプリメントとしても取るし、あと普通に日常的に使ったりもするしっていう。はい、でもこれらをしっかりと抗酸化物質をしっかり摂取するってだけでもかなり変わってくるとは思いますね。でもちろんブルーベリーとかマキベリーとかっていうのも結構、まあ、果実とかっていうのもねすごい注目されてるんですけど、ブルーベリーに含まれる抗酸化物質、まあポリフェノールってデリフェニジンって種類でめっちゃ吸収率悪いんですよ。そう、まあ脳に対してはすごいいいって言われてるんで、まあ研究が今進んでて、まあメタボライトってその代謝物がいいんじゃないかって言われててね、そのブルーベリーはだからそういった意味でもそんなにまあ美肌とかっていうよりは脳にはねすごいいいかもしれないっていうのはあるけど、あと目にもいいって言われてるけど、実は目にいいのはシアニジン、アサイの含まれるシアニジンっていうのも最近の研究とかでも、ね、結構明らかになってます。ブルーベリーはそんなに 目とかその美肌っていうよりは脳ですね、脳に対していいっていうのは研究は進んでるので、ただそういった意味でしっかりとまあ、アサイとかね、糖質も低いし、そういったもので食歴もあるものを、摂取してもらうといいのかなと思います。はい、まあ、ざっくりでしたが、本当にでも、これらをちょっとやるだけでも、もしかしたら、あれちょっと変わったかもみたいな、ね、なってくると思います。で、あ、本当に、ここで、あ、食事って大切かもな、みたいな、ってことをね、感じるようになると思うんで、結構、本当に悩んでる人は、意外と希望だらけですから。なので、ぜひ試してみてください。始めたことだけ、始めたことも始めてほしいんですけど、今3つ言ったけど、やめたことを、今言った3つぐらいのやめたことを、やるだけでも、もしかしたら、ちょっと変化あるかもしれないですね。そう。なので、ぜひ試してみてください。じゃあ、YouTube の方終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。